こんにちは。これからデュースブルク大学の LSF を説明します。 LSF は基本的に履修登録ができるサイトです。ドイツ語が少し難しいようでしたら、ここで英語に変更できます。まずはじめにここにオニーケノンとパスワードでログインします。ここで現在の楽器を選びます。スケジュールを作成するためには Courses Veranstaltung を押してください。一番上のボタンを押すと学部の一覧表が表示されます。では早速ドイツ語のコースを探してみましょう。そのために Sprachkurse というカテゴリーを選択します。次に DIF を選び、楽器中の授業を選んでください。ドイツ語と英語で書いてありますが、プレイスメントテストを取る必要があります。リンクをクリックしてテストを受けてから、決められたレベルによってここでコースを選択してください。今コースの時刻表が表示されています。ここで申し込みと取り消しの締め切りがわかります。期限があるので注意してください。ここで曜日、時間、頻度、期間、授業形態と教室を確認できます。グループは自由に選択できます。申し込むときはここと Apply Now、 Cancel Application をクリックして次のサイトで申し込みを確認します。下の表に大切な情報、教科書などが書いてあります。コースの申し込みが終わるとスケジュールのサイトが表示されます。 My Functions の一番上のボタンにもあります。この ZU というのは受かったという意味です。言語コースや他の定員があるゼミなら必要です。次は HISN1 という試験登録ができるウェブサイトを紹介します。ここでオニーケノンとパスワードを入力してアクセスできます。下にスクロールすると英語に変更できます。試験に申し込みしたいとき、緑のボタンを押すと登録したコースが出ます。それからこちらのボタンを押して申し込み手続きが始まります。その後は指示に従って手続きを進めてください。登録の期間が限られているのでご注意ください。期限が近づくと注意メールも来ます。取り消しもできますが、登録期間が終わると再度の申し込みは不可能となります。試験後成績が出たらこのサイトで合格したかも確認できます。成績は My Achievement で表示されます。プラスを押すと成績やポイントが出ます。下には内申書の PDF などがあります。また大学生サービスのサイトに大切な情報があります。例えば個人情報とか支払い履歴を見ることができます。最後のカテゴリーには楽器チケットの PDF や大切な書類もあります。ではデュースブルク大学の留学を楽しんでください。